谷がこうもあっさりチチチタニをやっちまうとはのう噂通り大した腕やせやけどこいつの前じゃ剣の腕なんて関係ないやろ余裕をかましとるんやないぞ これは谷三十郎に鈴木三木三郎新選組の隊長も所詮はこの程度ふん最強の戦闘集団などと聞いて呆れる今日は大収穫だ 新選組の隊長を4人も始末できるんだからなうんこいつは俺がやるバカを言うな同時に攻めるぞ奴はこういう状況に相当慣れてるそれにあんたは年だ異存の動きにはさすがについていけないだろうあいつ相手にあんたをかばいながら戦う余裕はない 俺にやらせてくれ頼むいいだろういいんですかお一人で手柄は独り占めしたいんでななるほどでは今のあなたは新選組の斎藤を始めてあると ああそういうことだ <laughs> これは願ってもない新選組の隊長であれば私も切らざるを得ません武先生にもご理解いただけるでしょう今日は思い切りやれる来いそう 行くぞ斎藤はじめく <laughs> く<そ>ご苦労だった斎藤岡田伊蔵ご抗議用人を手にかけた所業の数々この道ち取材は免れん。 待てどういういつもりだそれはこっちのセリフだ伊蔵は殺さずに捕らえるんじゃなかったのか鈴木に谷隊長が2人もやられているこの場で斬らねば新選組の固権に関わるこいつにはもう抵抗する力はないここで斬ればまた街で身風呂と陰口を叩かれる 町の人間に反感を買えばこの先、新選組は動きが取りづらくなるぞ。お前にしては随分もっともらしいことを言うじゃないか。そんなにこの男を殺したくないか。<laughs> なんだ京都奉行所である近会奉行所 岡田伊蔵はここだこの新選組三番隊隊長斎藤一が捕らえた大貴伝がご苦労であった引っ立い